はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。はい、本日はね10月15日火曜日、今現在の時刻は午前5時40分です。はい、皆さんおはようございます。ベンチャンネルです。今週もね、自分はね今日から出勤になります。今週はね、第3週かな、第3週なので今週の土曜日も自分一人は仕事です。今朝の天気は、雲がね多くかかってますが、東の空は、ね、太陽が上がってくる明るさになってきてます。日中もね気温がね上がるみたいですね。昨日までのね3連休はね、まあ初日は大洗行って、2日目はね日光市にね用があって行って、昨日はね、久しぶりにね、宇都宮の方のね自分の昔よく毎週に行ってた、焼肉屋さんに行って焼肉を食べに行ってきました。でね、全部の3連休の夕方はね、いつものね、中禄の場所のね、ピエロシエラ何やらで、やはり合計すると、大回収されましたね。なんか今日もねそこの場所で15日はなんかイベントやるっていう感じでね言ってましたけど、今日の15日っていうのはねまあ自分には関係ないですけどね、まあ大先輩のお年寄りの方の、あれですかね、まあ年金の日になってると思ってます。今日ね休む方もいるんでね、まあ目的はそれでしょう。まあ自分のね、まあ親も今日ね休みになってましたね。うん、だいたい15日そういう風で休む人が、多いですよね。うん、まあそれではねちょっと連休明けでね体がねまだ仕事に慣れてないと思いますけど、行ってみますかね。それじゃあ行ってみましょう。はい、車暖気したのでね、それじゃあ出発しますかね。はい、今現在の時刻はね午前5時45分です。出発します。よいしょ。
はい、朝食会にね、牛丼屋さんを今から呼びます。まあね、いつもの、朝食、あれはしじみじゃなかったね、あさり汁だっけ、うん、それと牛混ぜのっけのね、ご飯ミニ、うん、いつものね、頼もうと思います。いや、めっちゃやっぱね、や朝食はね、みんな食べに来てるね、いっぱいね、うん、自分はね、ドライブスルーするんでね、よいしょっと、さっとタッチパネルから、はい、朝食ランチ、牛まぞぬっけ朝弁、ご飯はミニ、それとサイドメニュー汁物でアサリ汁で、野菜どうすかな、野菜は大事だな、この2つで、うん、牛混ぜのっけ朝弁ご飯ミニが360円とアサリ汁220円、合計580円、 OK、 よいしょ、さあじゃあ進みますかね。朝はね、中にね、お客さんが多いんでね、朝食食べてからお仕事行く人が多いんでね、結構店員さんはね、1人か2人ぐらいしかいないんでね、結構朝は大変だよね、うん、昔はね、前はね、店内でよく食べてたんだけど、最近はスルーして、いつもの駐車場に行ってそこで朝食食べてから、仕事に行くか、いつものね、コンビニ7の駐車場で、朝食食べてから行くか、まあどちらかですよね。今週はね、長いよね、土曜も仕事だから、まあ今日は大変ですよ、まあまあ一人だけは急遽休みになった人いるんでね、それでもまあ他いるんで、まあ他の皆さんたちはね、まあゴルフ場の手前のね、自分がね、今つか今日をね、まあ、ここでスルーして、駐車場で朝食食べてる場所のところなんだけど、そこは作業場所なんだけど、そこのね、まあ、草刈り機で下草刈りと、芝刈り機で芝を刈る作業をやりますね。全然1ヶ月ぐらい行ってないんでね、かなり伸びてましたね、見てたら。で、自分はね、もう1人の方と、まあ、4トンの改装車でね、機械を運んだり、うん、まずね、その作業場所のところにね、芝刈り機、でその後全然ね、やってない、もう一つの方のね、まあ、公園って言った方がいいかな、河川敷の公園、そちらの方に大きい、まあ、トラクターを、まあ、一人じゃ危ないんで、もう一人の方と一緒に助手についてもらって運ぶ感じです。まあ、その後終わったからね、自分も作業に、戻るんですけども、作業っていうか、ね、刈る作業にね。持っていかないとやらないんかなと思ってさ、黙ってていてもさ、普通もうね、畑かんますね、種まく時期ね、とっくに過ぎてるんですけど全然やらないんですよね、その方ね。だから結局自分たちが改装車でそのトラクターを向こうに持っていかないと始まらないかなっていう考えなんですよ。
まあ、その方は大型免許持ってるのに、自分普通なんですけども中型か持ってるのにやらないね、全部任せになっちゃってるんですよね自分ね。うん、まあ自分がね有給ね、ほんと1週間とか休んだらどうなっちゃうんだろうね。全然その場所の一箇所から動けらんないと思うよ。ほんと困ったもんですよね。うん、まあね、週初め仕事始めからそんな悩んでてもねしゃあないと思います。うん、まあ何を考えてるのか何も言えない。向こうからも僕の世代のこと何を考えてるか分かんない、うちらもあんたらの世代を何も考えてるか分からないね。難しいよね結構ね。まあいろいろあるよねどこでも、ほんと今まで行ってきたけど、まあしゃあないよ。そうね、さてとそろそろね、頼んだの出来上がらないかな、結構待ってるね。店員一人しかいないんかな。うん、一人っぽいね中見ると。大変だね、もう一人ぐらい朝増やした方がいいんじゃないかなと思う。一人しか見えない店員、最低朝二人店員が欲しいね。店内用とさ、まあする用はさ、中にね、盛り付けとかする人が必要だよ。一人でやってるのは大変だね。うん、まるで自分みたいだね。うん、こういう状況が続くとなかなかね、難しいよ。うん、まだ来ないね。ちょっとね一旦止めますね。やっと来ましたね、一人ですね。昔からいるマネージャーみたいな人です。よりですね、大変だね。はい、うん、はい、うん、あ、うん、はい、うん、はい、うん、よし、やっとできましたね。じゃあ荷物を置いてね、じゃあ移動しますよ。今ね午前6時になりました。皆さんおはようございます。あ、太陽が見えてきました東の空から。本来はね、まあね、自分の好きなあっちのね、大好きな海の町のね、お笑いからね、この太陽が見えるとね綺麗だよね。さあ今はもうね4号線走ってます。
先ほど牛丼屋でねドライブスルーして朝食を買ってから、いつものね駐車場の場所に寄ってそこで朝食してからお仕事行きたいと思います。保冷バッグの、ね、中にはね、連休2日目かな日曜日、日光の行きましてね、ね会社でねお世話になったね昔ね元上司さんの方に行きまして、いろいろね、いただき物をもらいまして、果物かなこれは梨ね2つまあね多分にっこりだと思うんですよこれね2つもらってんでね今日ね、食べたいと思いますね。あとは飲み物も、昨日ドラッグストアダブルで買ったね、みかんジュースとかそういうのはまだ残ってるんでねそれもあとはあれか栄養ドリンクゼリーみたいなのあれもありますね、うん、ないのは食べ物ぐらいでかな。昔からね、まあ、自分がね、食べに通ってた時からね、ずっといる店員さんもね、長く頑張っていましたね。よかったですよ。うん、また食べに行こうと思いますね。まあ自分のね、焼肉店行く場所はね、大体メインはね、そこのね、昨日行ったね、まあ、イニシャル、ART、ね、まあ炭火焼き肉だねそこのね。あとは名前変わっちゃったんだよねそこもね前まあそこよりは全然近いんだけど、うん、そこ名前変わっちゃったんだよね食べ放題のね。そこは全然変わってから今んとこ行ってないね。で昨日も話したあのね小さい時から行ってるね県北の方のねあっちはね、まあ個人の焼肉店って言えばいいんかな、うん、まあ人気な焼肉店なんですけどね、イニシャルの CH、うん、あっちも久々に全然今んとこ行ってないね、行きたいと思うんですけど、だけどね、ほんとね、自分がね、そのがんのね、手術入院してからね、うん、そのね、がんの手術入院する前のね、普通の状態的にはね、かなりね、ご飯大盛りとかさ、山盛り、肉もね、たくさん食べれたんだけどね、まあ、昨日の動画見てくれた人は分かると思うんですけどね、その昨日、焼肉店でね、食った時、その後、普通のね、ランチメニューだったんですけど、それだけでもね、そんだけしか食べられない。ね。一気に食べるとああなっちゃうんですよね、普通の皆さんと同じくなるとね、その喉のところね、塗ってあるところの手術でそこが膨れ上がるんですよね、うん、まあ頭はねそういう風に食べ放題がまだ食べれるって感じがしますけど体がねもうねそういう風な体になっちゃったんでねだから調整が難しいよね食べ物はね、うん、さあ4号が曲がっていつもの駐車場のところにね向かってますね。紅葉の方ね、山の方紅葉を見にとか行きたいんだけどね、うん、そっかもうね中旬だね。はい駐車場に着きますよ。今日はね、うちらの作業の人らはここをやるんですよね作業、うん、もう左側のねそののり面のね田んぼの用水路のねこの雑草もすごい伸びてるしね、こういう植栽周りもね伸びてるの奥さんもあるし、うん、駐車場はまだあれかな草だけ買って来月ぐらいからだねこの落ち葉がどんどん落ちて
ね、ブロアの拭いてね、清掃して片付けるの、中も芝伸びてるな、あれ。うん。まあ、とりあえずね、ここで、車内で朝食食べてから、お仕事に行きたいと思いますね。うん。よいしょ。はい、ね、到着しました。とりあえずね、これね、いつものね、ちっちゃいけど、反対だけどね、文字ね、これね、混ぜのっけね、オクラも入ってね、ちゃんとね、ゆで卵つか温泉卵ポイント、あとね、少し、あとはね、こちらのアサリ汁ね、うん、まあこれでね、ここで朝食していきたいと思います。ほら、真正面、太陽綺麗だね。またね、休み向こう行くね。うん。それじゃあね、皆さんもね、今週も頑張ってお互いね、行動しましょうね。うん。最近ね、あ、そういえばこっちね、取締りやってんのも多くなってきたね。また。皆さんね、スピード違反とかね、シートベルトをね、ちゃんとしてね、うん、気をつけてお互い行動しましょう。それじゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。でよかったらご登録よろしくお願いします。それじゃあ行ってきます。それじゃあまたねー。